センラブコモンディスプオブジェクトシステムは、暗視コモンディスプの一部をなす、オブジェクト指向プログラミング機能であり、他の言語にも類似のシステムが導入されている。1984年のコモンディスプ仕様では、オブジェクト指向システムは、時期焦燥として組み込まれなかったが、1994年の暗視標準では、組み込み機能となった。黒は強い片付けを持つ。 動的、オブジェクトシステムであり、C や Java のような性的なオブジェクト指向言語とは大きく異なる。1970年代に始まる初期のリスプ、オブジェクトシステムに影響されているが、より汎用的である。リスプに、オブジェクト指向を導入することは簡単である。2ページ程度のコードがあれば実現できる。一方、オブジェクト指向リスプを柔軟で拡張性に富んだものに、 設計するのはより困難であった。黒は完全なオブジェクトシステムであり、オブジェクト指向システム自体が、オブジェクト指向プログラミングによって、拡張可能である。拡張のプロトコルは、黒ミトオブジェクトプロトコルと呼ばれる、スタンダードメソッドコンビネーションの概念づくろは、多重ディスパッチシステムである。すなわち、引数のデータ型によって、メソッドを用意できる。多くのオブジェクト指向言語は、 単一ディスパッチであり、メソッドは第一引数のデータ型でしかディスパッチできない。黒のメソッドは総称関数にグループ化される。総称関数は同じ名前と引数構造を持つメソッドを集めたものである。後の例によりこのことをよりよく説明する。多くの動的オブジェクト指向言語と同様、黒ではカプセル化が行われない任意のデータにスロットバリュー関数で アクセス可能である。データ構造や関数管理にあたって CL のプログラマーはパッケージというモジュール管理機能を用いることが多い。黒は多重継承機能を持ち、プログラミングスタイルとしてもミクソンとして活用されてもいる。標準ではクラス優先順位リストをトポロジカル層とする戦略に加え、メソッドの起動順序のカスタマイズ等が可能であり、 シートに見られる筆形形状問題等は、顕在化しない。また、クラス優先順位リストの相当の戦略も、クロモップによりクラスごとに、ユーザーがカスタマイズが可能である。黒でのオブジェクトのクラスは動的であり、オブジェクトの内容だけでなく、構造を実行時に変更できる、インスタンスが属するクラスを変更する関数はである。また、黒は実行時に、 クラス定義を変更できる。具体的には、リフクラスを再度評価して、クラス定義を変更した際、クロワを呼び出す。メイクインスタンスオブソリートは指定されたクラスのすべてのインスタンスに対して、アップデートインスタンスフォーリディファインドクラスを呼び出す。アップデートインスタンスフォーリディファインドクラスは、新たに追加されたスロットや削除されたスロットの情報を引数として受け取り、同じく、 引数として受け取ったインスタンスから新しい定義に基づいて新たに作ったインスタンスへ値をコピーする。これら3つのメソッドは継承によりユーザーが書き換え追加を行うことができる。黒はプロトタイプベースではない。インスタンスをあるクラスのメンバーとして作成するには事前にリフクラスによってそのクラスを定義しなければならない。暗視標準の範囲外だが、 黒の実装に広く採用されている拡張として、メタオブジェクトプロトコルがある。MOP は黒実装基盤に標準インタフェースを定義し、クラスをメタクラスのインスタンスとして扱い、新たなメタクラスを定義したり、規定クラスの振る舞いを修正したりできる。黒 MOP はアスペクト思考プログラミングの先取りともいえ、実際同じ技術者が関わっている。代表的な機能は、ジェネリックファンクション。 クラススタンダードスロットディフィニションなど、MOP は実装系によって扱いが異なるが、その重要性のため、過半性を担保する試みが行われている。結果、現在では、インターフェースを共通にするライブラリークローサー2、MOP がデファクトスタンダードとなっている。総称関数を呼び出したとき、実行する手続きの内容は、多くの動的オブジェクト指向プログラミングシステムと、 同様、その実行時に動的に決定されるが、メソッドキャッシュやコンパイル時に決定できる、最適化を用いて高速化を図っている、処理系が多い、引数の方と継承関係に応じて適用して良いメソッドを集める、クラスパーソンがクラスアニマルを継承しているとする、P1 と P2 は共にパーソンのインスタンスである、総称関数リアクションの以下のような呼び出しについて、メソッドが 以下のように定義されている場合、1、2、3、4、上の4つはすべて適用可能メソッドである。これら4つのメソッドは引数オブジェクトの継承順序に従ってそうとされる。上の例では呼び出す、サイの P1 と P2 が共にクラスパーソンのインスタンスであるため、それに最もマッチしている4番目のメソッドが最も高い継承順序を持つ。継承順序は通常、 左側の引数から順に計算される。従って、上の例では、2番目と3番目のメソッドを比べた場合、第1引数の適用度が優先されることから、2番目の適用度の方が高くなる。結果的に、メソッドらは4,2,3,1の順で、相当される。黒では、上の相当によって作られたメソッドのリストに、一定の戦略を適用することで、 最終的に実際に行う動作を決定する。この戦略のことをメソッド結合と呼ぶ、いくつかのバリエーションが標準で定義されている。他の言語において、あるインスタンスのメソッドを呼び出すときの動作について考えてみよう。そのインスタンスのクラスが親クラスを持つとき、例えば Java のような言語においては、継承されたメソッドは上書きされてしまう。一方、黒では、 そのような通常の上書き戦略だけにとどまらず、多種多様な戦略が、暗視標準で定義され、かつ自由に定義できる。ただし、Java は、スーパーという特殊なメソッドを備えているため、子クラスのメソッドから、親のメソッドを呼ぶことができ、言語の柔軟性を高めている。メソッド結合法則は、総称関数の定義ごとに指定する、標準メソッド結合以外のメソッド結合法則を、 指定した場合、メソッド定義の際には、メソッド指定詞を指定して、結合法則に固有の機能を使うことを指定しなくてはいけない。それぞれのメソッド結合は、複数のメソッド指定詞を持つ。なお、すべてのメソッド結合は、アラウンドメソッド結合を持たなくてはならないと、定義されている。スタンダードメソッドコンビネーション、標準メソッド結合、編集これは、 Java の持つ継承戦略と共通点がある。標準メソッド結合では、指定詞を指定しないメソッドのことをプライマリメソッドと呼び、これには上書き戦略を用いる。また、その他にアラウンド、ビフォー、アフターメソッド結合を持つ、メソッド定義の中では、という特殊な関数を呼ぶことができ、これは次に適用すべきメソッドを呼び出す。このページの上部に、この関係を記した図がある。 メソッド結合、編集これは、すべての適用可能メソッドを実行し、それらの返した値を足し合わせて、全体の値として返すという結合方法である。同様のメソッド結合として、標準で定義されているものに、リスト、プロガン、アペンドなどがある。マックスメソッド結合、編集これは、すべての適用可能メソッドを実行し、それらの返した値の最大値を、 全体の値として返すという結合方法である。同様のメソッド結合として、標準で定義されているものに、ミニッツがある。新たなメソッド結合の定義。編集デファインメソッドコンビネーションは、ユーザーに新たなメソッド結合を定義する自由を与える。以下に、黒を用いて、複数のクラスでメソッドを適用する例を示す。動物、野生の犬、ペットの犬、人間、スチュワーです。 男というクラスを定義した。初期値を設定するためのキーワード引数をセックスに指定する。名前を持つオブジェクトのミクソン。リーダー指定によりスロット読み出し用の関数が自動で定義される。ユニフォームによりインスタンス作成時に値を設定しない場合の初期値を定める。アクセッサー指定により読み書き両方の関数が作られる。 それぞれの継承順に基づいて何かを言わせてみる。標準出力に書き込む。通常、動作は継承により上書きされる。ビフォー指定により子孫クラスのメソッドを後に続いて実行できる。スッチーはパーソンクラスを継承するのでビフォー指定に従い、ハーイといった後にウェルカムアボードという多重ディスパッチとリストメソッドコンビネーションを用いて、 何かが何かに出会った時の反応をリストにして書き出させてみる。第1引数が取る。第2引数への反応を返す。メソッド結合をスタンダードからリストへ変更する。そのため、それぞれのメソッドの返り値がリストにまとめられて帰る。ルック。スニフクンクン・家具、バークホエル。バークストロングリー。ランアウェイ。エスコート。ゴーホーエイウォーク。グリーティングス。 ウェルカムはボード。ウォッチクローズ。ウォッチヒップティッツベスト。黒は標準規格である。複数のベンダーが黒を提供している。黒やその一部は他のリスプ系言語であるユーリスプや EMAX リスプにオブジェクト指向を導入するのに使われている。 p110p108http コロンスラッシュスラッシュ www.cliki.net スラッシュカレント %20 レコメンディット %20 ライブレリーズハットただし、このオプションは、ディフ f g e ックのアーギュメントプレスデンスオーダーというオプションによって、逆順に変更できる。 http://www.lisporks.com スラッシュドコメンテーションスラッシュはありがとうございます。